ハロウィン衣装は誰か来るのかな？に対するみんなの反応。もしかして次のガチャってハロウィン？ギリギリもっかいガチャ挟まるかもしれん。微妙なとこだな。今まで通りの別衣装ガチャなら、9月末でハロウィンだろうね。ハロウィン衣装は誰か来るのかな？魔女バニーややべさん。ダイヤちゃんの別衣装が来たので、北ちゃんの3着目も来ると踏んでる、アニメ時期だし、相方はおそらく帝王かなと。でも北ちゃんの新衣装をハロウィンのネタで使うかって言われると微妙なような。北ちゃんは固有でアニメ曲流れるやつで来るでしょ。ハロウィンターボよ。ハロウィンはカフェとスイープという年中ハロウィンで使いやすそうな子いるけどなぁ。運営は斜め上をついてくるしなぁ。スイープハロウィンで使っちゃうと衣装ほとんど変わり映えなさそうな。最初のアニバ前に実装されて別衣装ないのは、棒のカフェか若見綾部か。棒の川上とカフェ綾部で別衣装着そう。その組み合わせがしっくりくるな。騒がしいのと静かなのと。まだ綾部さんの織姫衣装を諦めきれない自分。でも来年の7月になっちゃうからなぁ。バニーガールで手を打ってくれ。綾部さんハロウィンコスなんてしたらまた妹に何か言われちゃう。お姉ちゃん、布団乾燥機コスは持っていくね。綾部さん崖受け弦のコスプレするのを必死で止める妹ちゃんとカレンちゃんだって？布団乾燥機かいたずらか、な綾部さんか。お菓子くれないと倉庫の食料つまみ食いするんだが？キャラはわからんけどサポカは初嵐、秋の金を選べるに資金持ちのやつが来るのはほぼ確実だと思う。そういや包帯クリーク全然見ないな。ライスはまあまあ見るけど。視線上がタンマイル G だからな。通常クリークをマミーに着せ替えると、レース勝利で大きいのが迫ってくるぞ。鉄板だと中山シリウスカフェの3人の誰かだろう。オカルト全開ならカフェがいいね。魔法使い、騎士、姫様、ウサギ、赤ずきん、狼、猫、猟犬どんなコスプレでも絶対に合うぞ。1年越しで魔王ウィンディちゃんが？ウィンディちゃんの狼娘を希望するのだ。食べちゃうぞー、ガブガブ。ハロウィンはカフェに譲ってくれ。スカフェは長距離特化だから、ハロカフェは中距離特化がいいねー。中距離重賞の最高着順4着で特化はさすがに。言うて 100% ステイヤーのスカフェの性能が長距離メインに据えられても、そこまで強くないんだからそこは曖昧でしょ。特化とは言わんまでも使えるレベルになってほしいなーっていうのは贅沢なんか？同じステイヤーでもダービー2着あるライスと比べると贅沢ではある？長距離メインで強くなってほしいとは思うけど、カフェで中距離用にしてほしくはないな。カフェは衣装外でも長距離特化であってほしい。2400以下の重賞で一度も馬券に絡んでないカフェを中距離特化にはするのは無理だろう。出るにしても有馬特化カフェとか、先行や追い込み向けのカフェとかだろうな。凱旋門15着のダイヤちゃんが凱旋門特化になってるんだから、別にいいじゃん。適正 B 以下なのに、その距離で特化された別衣装キャラとかいたっけ？特化っていうのは言葉のあやべだよ。凱旋門あるから中距離でも戦えるようにしてほしいなーってこと。せっかくの凱旋門だから悲願果たさせたいじゃんね。ウェディンググルーヴは適正 B なのにマイルスキル持ちだな。スプリンターズステークスの時期、つまりマーちゃんに仮装したマートレの実装や、今回のダイヤちゃんは凱旋門賞祭りだから、北ちゃんはしばらく来ねえんじゃねえかな。ハロウィンイベならいよいよカフェあたりになりそうな気配がするが、その場合仲間は誰になるんだろうな。関係性で行くなら雪乃だろうな。雪乃とステイヤー組でカフェが絡むのはありかな。いつも巻き込まれてるから心から楽しんでほしいね。フランケンターボと狼女待ちたんだな。そういや、ウマレーター蒸気機関の BMW のやついつやったんだっけ？ハロウィン前？キャラ実装してからの感覚からすると、ボーノ、川上、カフェあたりはそろそろ誰かしら来そうね。ちなみに過去のハロウィンイベントは以下の通り。2021ハロウィン、星3ライスシャワー、
星さんスーパークリーク、SSR タマモクロス、SSR ゼンノロブロイ、ハイフ SSR ミホノブルボン。2022ハロウィン。星さんアグネスデジタル、星さん名称怒涛、SSR メジロパーマー、SSR 大宅ヘリオス、ハイフ SSR 進行ウィンディ。水着マックから1年以上来ないとは思わなかったが帝王はそろそろ来るだろ。赤ずきん帝王か。あれはいいものだ。さすがに北ちゃんに季節衣装2着はまだ早いでしょ。確かに帝王はそろそろ来てもおかしくないけど。そもそも北ちゃん同行以前に季節衣装の2着目って誰もいないもんな。スペはメインストーリー、マックイーンはアニメ、ゴルシとダイヤちゃんは新育成シナリオだし、そういう意味だと確かにアニメ版しか別衣装のない帝王は可能性高い気がする。ハロウィンも合いそうだし。会長と同じ秋衣装で来るかもやね。微妙にハロウィンのモチーフモンスターずらしてきてるから次は狼男とか雪女とかかね。綾部さんはクリスマスにもこもこサンタで来るから。サキュバスの綾部さんを希望します。ダイヤが北から北が来るっていうのもよくわからない。今回は凱旋門で選ばれたってことだろうし。アニメコラボでしょ。年度代表馬衣装があるのは目に見えてるし。そろそろスペちゃんメインのイベントが見たいのですが。メインや水着で散々見せたんだから、まだ泣いたのキャラに譲ってあげなさい。しかしねえ君、スペちゃんはすでに水着と総大将で3着も勝負服を持っているんだから。秋天を勝利した日がハロウィンの日だったし、スプリンターズステークスも近いし、ゼファーのハロコスが来るだろうな。スイープロブロイは話作りやすそうだと思う。ロブロイは初回にライスと一緒にハロウィン出てしまってるから、さすがに出ないっしょ。スイープは話に絡ませやすい。サポか要因かも。トプロも無事実装されたし、トプアヤコンビで別衣装実装をなしゃす。となると早くてもバレンタイン行こうかなぁと予想。イベントの別衣装が9月末だとすると次回は新キャラか？クラウン、シュバル、サウンズはアニメ3期開始後やろうし、デアタクは現役、行くのは星さんじゃなさそうだから、残りが尾行、ミラクル、ツヨシ、ラモーヌ、ジャンポケ、タップ。シナリオリンクのタップが硬いんだろうけど、スプリンター S 近いし唐突に尾行来そうな気もする。タップはシナリオリンクキャラもあるから最悪サポカでは来る。今年もシティアイナリみたいに実装から数ヶ月で新衣装がもらえる娘が現れるのかね。北さんはアニメ終盤に合わせて去年のガローナリブみたいな感じで来るだろ。月下の悪魔ちゃんパーマー育成キャラ化してくれ。待ってくれ、そのパーマーが来たら石の有無に関わらず引かざるを得ないんだ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。